トコムスクエア TV 第2部からはいつものコモディティインテリジェンスの近藤雅代さんに解説をお願いいたします。ラグビーが勝ちましたね。いや強いですね、日本。なかなか強いですけれども、今度スコットランドの来週の土曜日でございますね。はい、はい、スコットランドも強いんですよ ね、 強いんでね。僕はなんとなく負けそうな気がしますね、うん、近藤さんなんてこと言うんですか。そんなこと言うと怒られますけど、負けるとね、うん、なんと決勝リーグに行けない可能性があるんだよね。そっか、7点以上で負け、7点差以上でね、はい、負けると、これまでこんなに勝ってきてるのに。そう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 、それでも、うん、可能性があるね。あ、1点、7点差 以内であれば大、1点取れますから大丈夫なんですけど、うん、あ、じゃあ近藤さんが負けるって言うんだったら私は絶対勝つって信じてじゃあ勝つね。でもそれよりもさ、台風が来るんだよね、はい、あ、そうなんですよ。そう、3連休にちょうど、そう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 、まあ来週の3連休日本にやってきそうということなので、な、ね、ちょっとラグビーもできるかどうか。そうそう、あのね、さっきちょっと調べたんですけど、うん、台風と地震とテロと、うんうん、もう一個あったけれども、それだと、はい、雷と、はい、の場合は中止になる可能性があるんだって、ラグビー。ああ、そうなんですか。今まで過去に対このワールドカップはなかったんですけども、うん、中止になったことはないんだけども、はい、そういったことで大会委員会がキャンセルといえば延期になるんだって。ただし決勝戦は2日以内にやるって書いてあったね。あ、そうですか、うん、いや、ちょうどね3連休に今回の台風、はい、猛烈な勢いに発達する恐れがあるということですから、はい、左の方へスライスじゃなくてフックですね。フックしていくはずなんですけどね、はい、九州の方へ行くはずなんですけど、右の方へ来ると東京の方へ来ちゃいますね。そうですね。いや、九州に行っても困りますよ、本当に。あ、そうですね、ね、もう千葉も九州も大変ですからね。本当に、はい、急に消滅してほしいんですけど、それは、それはダメだね。伊勢湾台風ってのはね、はい、1959年ですから、はい、むちゃくちゃ前ですけど、小学校の頃ね、すごかったですよ、はい。あ、私は生まれてないです。生まれてない、生まれてない。本当に、これは本当に生まれてない。これは本当に生まれてない。本当に。はい、895ヘクトパスカルですからね。はぁ、すごいですね。クラブにならないですよ。はぁ。いや、もっと聞きたいんですけど、時間がなくなっちゃうので、行きましょうね。はい、はい。今日のメニューなんですけれども、はい、いつものように、この後、価格をやって、はい、金をやって、原油というこういう流れでいきたいと思います。はい、じゃあ、早速、価格の動きを、はい。過去5年間の話でございます。金価格はちょっと、高めにいって、それから横ばい、下がってまして、それがまた復活して、1500ドル、はい、また、クリアしましたね。はい。1400、なんだ、90いくつまで行ったんですけどね。もうちょっと下だったかな、忘れた。とにかく、また1500ドルに戻りました。はい。はい。ということでございます。プラチナは横ばい、まあ、下がっちゃったままですね。そうなんです。ちょっと下がっちゃってね。はい、なかなか。パラジウムがね、はい、どんどん上がってましてね。ただ、出来高が少ないんで、日本でパラジウムやるのはちょっと不安なんですけど、ただまあ、どんどん上がってますからね。はい。はい、だから原油価格はちょっと下がり気味で、まあ、今ちょっと横ばいになってますけど、まあ、ほぼ下がり気味ですね、という形ですね。でも下は硬い感じですよね。そうですね。サウジアラビアのやつが意外と早く復旧しちゃいましたからね。はい、はい。また、後でね。はい。じゃあ、トウモロコシ。トウモロコシは、高くなって、ちょっと少し下がってますということですね。はい、まあ、あまり下がりすぎたんで、反発しましたってことですね。大豆も同じでございます。はい、大豆も今、トコトコっと上がってきてますと。そこは打ったって形ですね。それではドルインデックス。ドルインデックスは横ばいで、あんまりた、うん、ドル高だっていう書いてあるところもあるんですけども、うん、またなんていうかな、このグラフを見ますとそんなにドル高っていうほどのことでもないですね。横ばいですね。うん、はい、よいしょ。ドルと金の関係は今年は右側の青いグラフでございますが、はい、下向きは逆相関だった。ドルが高くなると金は安くなるという、うん、はい、通常の皆さんの考え方なんですけども、今年は、純相関なんですね。本当だ。ドル高と金高になってまして、はい、まあ金高が先なんですけども、はい、ドルの動きとあまり関係ないんで、まあ私みたいなコメンテーターはドル高だから金安になりましたなんて言うんですけども、うん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 、取ってつけたような話でございまして、うん、今年はあんまり当てはまらないっていうところが、傾向でございました。はい。そしてドル円です、はい、これは円高というほどのことでもないんですけど、うん、107円ですからね、はい、まあ、ちょっと円高の方に来てますと、はい、それからユーロドルは安いままで若干下がってますけど、うん、ドイツの意外と不況になるって話なんですね、ドイツがね、全く回復しないんですね、うん、ですからドイツの場合はいわゆる
あとで言います、はい、アメリカの場合は景気が良いのに、PMI、いわゆる、なんていうかな、皆さんの、気持ち、気分の問題が悪いというところで、はい、まあ、困った状況なんですけれども、ドイツの場合、両方悪いですね。全く、事実としても、はい、景気が悪い方ですね。はい、そして A ポンド。ポンドが、このジョンソン首相がですね、いろいろ EU との間で延期したいとかですね、はい、いろいろやってますけれども、解散もできなくて、はい、なかなか言うこと聞かないんですね。で、うん、電話会談をしたんですけど、それでは、まあ、10月末のブレクジットは、はい、やめようということで、まだ、EU 側もちょっと困ってましてですね、ですからどうなるか分からないところですけど、あんまりうまくはいってませんね。ですからなかなか難しいですね、ブレクジット。はい、はい、そして人民元です。7を割ったところで、はい、まあ、中国政府としましては、はい、7まで来たところ、7を割ってずっと下まで来たところまではいろいろ、これはいかんということだったんですけど、最近はまあ、こんなところでいいかっていう雰囲気ですね。人民銀行がそれほど介入してないと思われます、うん、はい、そしてダウ平均ですね。ダウ平均は上がったり下がったりで、あんまり過去ほどの、なんていうか上昇ムード、この真ん中の、茶色いグラフのところありますね、うん、このところはもうずっとこれからほとんどのところ上がってましたんですが、はい、アメリカの株を買うと儲かってたんですけども、ちょっと頭打ちになってますねというところですね。で、これがダウ平均と金価格なんです。左側が逆相関が赤なんですけれども、純相関になる、今年はなってます。本当だ。ダウ株価が上がって、金も上がってる。まあ、金が上がってるから何とも言えなくなっちゃってるんですけどね。はい、右側のグラフが先ほどのね。そうですね。はい。ダウと金価格でございます。はい、今年はじゃあ去年とは違ってるんだってことは、ね、頭に入れておかなきゃいけないですね。ダウがむちゃくちゃ急激に暴落しますと金は上がりますけど、ずるずるといくときは金はあまりダウとの関係はないということですね、どっちに動いてもですね、ずるずると上がってもずるずると下がってもあまりダウと金は関係ないということですね、はい、そして日経平均ですね、これはまあ横ばいですかね、まあまあ真ん中、全世界の株の中で真ん中の動きをしてますね。はい、上海 B 株。上海 B 株、もう横ばいですね。これが株価を見た左側のグラフが、はい、今年の初めを100とした指数ですね。はい、日経平均が一番下の赤いところですから、まあ、この1、2、3、4、5個、うん、1、2、3、4、5個の中では一番下を張ってますということですね、はい、それから右側の上が ブリック諸国ですが、うん、ロシアロイターが良くて、あとはあまり横ばいですね、大体。アジア太平洋も豪州が良くて、台湾が良くて、残りはダメだと思いますね。はい、からベトナムもベトナムが良くて、シンガポールは横ばいぐらいですかね。まあ、みんな上がった後の下がりという反落してますね。はい、そしてこれが為替でございますね。為替の指数、はい、為替は右肩下がりに、左側5ドルが右肩下がりになってますね、はい、円は高くなってますかね、赤いところでございます、右側に行きますと、なんで一番下はブラジルレアルですね、オレンジ色のブラジルレアルが、下がってますということですね、ロシアが結構いいんですよね、はい、それから、左の下はアジア通貨で、どこだこれ、韓国ウォンが下がってますね。タイが上がって韓国ウォンが下がってると。はい、それからトルコリラは、トルコリラはまあまあなんですけれども、もうアルゼンチンはダメだと、うん。デフォルトになりそうだってことなんですね。はい。はい、では、ファンドの建て玉を見ていきたいと思います。金から。金の話は次のページで見せますけれども、はい、まあ、取り組み高も下がって、買いも下がって、売りは増えてはおらず、ネット改ざんは減りましたと、はい、それを、グラフにしますと、はい、左側が取り組み高が、うん、まあ、ほぼ横ばい、高いところで少し下がってますけれども、うん、から、ネット改ざんはもうピークが、これは7月、8月27日がピークで、うん、10月1日はずいぶん下がってますと、はい、もう売られた。一部売られただけでも多いということですね、はい、まだ
買い残は多いと。だから逆に言いますとまだ売る可能性が高いかなという感じですね。はい、はい、プラチナ。プラチナはあまり増えてませんと。買い残は減ってますと。はい、で原因は、はい、やっぱり過去5年と同じぐらいのところに減ってますと。あまり人気はありませんと。売りが増えてますと。はい、トウモロコシ。トウモロコシはこの辺から逆になってまして、まあ、マイナスなんです。売り残がなんですが、売り残が減ってきましたと。だから買われてますということですね。はい、ドルイン、あ、ごめんなさい、シカゴ大豆です。大豆も買われてまして、はい、これは売り残から買い残に変化してますと。だから買いが増えてますということですね。ドルインデックスです。ドルインデックスですが、はい、これは、ファンドの建て玉としましては過去よりもずっと買われてますと。ドルを買ってますということですね。はい、ということで、ここまで第1部を、あ、ごめんなさい、第2部お送りしてまいりました。この後、第3部で金、はい、第4部で原油とまいります。最後までお付き合いください。一旦失礼します。